皆さんこんにちは、エイジくんです。さあ今日はですね、こちらでございます。キラ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 ということで、気になってる男性声優さんの写真集を今回は爆買いしてみたので、そちらのご紹介でございます。イエーイ。ということで、僕はね、声優さん本当に詳しくなくて、本当の本当に最近興味を持ち始めたので、ちょっとあんまり知識とかがないので、お手柔らかにお願いできれば幸いでございます。最近なんで声優さんに興味持ったかっていうと、去年ですね、内山聖輝さんに爆ハマりして、ドラゴンクエストの神の役やられてるんですけど、もう声がかっこよすぎて爆ハマりして、初めてこうなんか声優さんにマジで興味持った、お勉強というか興味があるので、本当に小学6年生みたいな気持ちで買っていました。リプランとかでね、いろいろね、おすすめを教えてくれて本当にありがとうございました。めちゃくちゃ参考にさせてもらいました。一番おすすめ多かったのはこちらでございます。はい、蒼井翔太さんの写真集でございます。いろいろ見たんですけど、たくさんね写真集出されてて、かなり前にこれ出たやつですよね。結構前ですよね。平成27年で結構前ですよね。でも結構初期のやつ見たいなと思って買っていました。僕、蒼井翔太さんと、あれですね、歌プリの愛ちゃんですね、すごいこう初めてやられた時、すごいなんかこう中性的な声がすごい特徴的だなと思って今でも覚えてる。蒼井翔太さん好きな方は僕の周りすごい多くて、なんか気になってたんですけども、写真集をきっかけにいろいろやっていきたいと思います。はい、じゃあ次こちらでございます。はい、増田俊樹さんでございます。そう、今回写真集を爆買いするきっかけはこの増田俊樹さんで、FGO の生放送に最近増田俊樹さん出られてて、イケメンってなって、すごいこうと思って、それからそこ声優さんの写真集とかも爆買いしちゃえと思って、もうほんとね、増田俊樹さんの顔が良すぎて耐えられませんでした。僕FGO の生放送のさ、最近のさ、美女やばすぎてよね。なんかヤクザかと思ったもん、顔良すぎて。いや本当にね、シュキーと思って、これ何これ、そう。なんかどっちにしようかなと思って、なんか、ファンの方が全部買えって言われたから、なんか買った。いやー、これ、増田俊樹さんってあれだっけ、昔ミュージカルとか出られてたんでしたっけ。いやー、これエッチやん、これ。いやー、こういうなんかさ、声優さんって全体的に結構さ、なんか、大人の魅力を出されてる方がすごく多いから、僕みたいな人は、なんかこういうね、大人の魅力に弱いわけですよね。こう、小学6年生の僕なので、だから、いや、待って、増田俊樹さんの笑顔ずるくね、これ。この美人でさ、この笑顔、全ヤクザやん、これ。いや、このさ、ずるいって、スーツずるい、ヤクザ、これ、ヤクザの、龍が如くの写真集かと思って、いやー、これ、増田俊樹さん、やばい、これ、こっちが出たばっかり、2020年の12月発売の方なんですけれども、こう、光に当たって、すごい光合成をされてる増田俊樹さんということでね、なんか自分も、なんかさ、こういう顔に生まれたかった、なんかパパ活モンボウジさんって言われてんだけど、自分、ちょっと大丈夫これ、ちょっと。いや、この、なんか、輪郭ずるい、増田俊樹さんの鼻筋輪郭、好きな顔、集合、はい、なんか、5000万人くらい集まりそう。はい、増田俊樹さんの輪郭つけた集合数5000万人くらい、日本から集まるよね。いや、歯ブラシしゃぶってなんかね、しゃぶらせ。はい、じゃあ次こちらでございます。これもずっと見たかった。ケン様の写真集でございます。ケン氏もさ、たくさんの写真集出してて、僕、この表紙が一番お気に入りで、ずっと昔から見たかったので、どれにしようかなと思ったけど、今回はこれにしました。この頃のケン様が本当に、いや、こんなイケメンおるんって、思った。ケン様を見たときに。しかもさ、タナちゃんの声がさ、ゴリゴリにさ、削ってくるやん、我々の HP を。でも、シュキですって、もうハートをさ、なんかタナちゃんのさ、ゴリゴリのさ、オス声で、どんだけさ、ハートの器をさ、もうゼロの伝説かよっていうから本当にやりましたよね。すごい前編通してオーガニックな感じですね、これは。すごい。なんかオーガニックコンセプトということで。いや、ケンヌさんもね、憧れましたよ、僕ね。梅原雄一郎さんとかケンヌさんみたいなね、こう、綺麗な男性に生まれなかったんですよ。なんか汚ねオタクの YouTuber さ、今さ、これ2015年、うわ、5年前のケンヌということで、さ、写真集のいいところは、その5年前の、その当時の余計な姿をね、お金を払えば堪能できるってところは、本当写真集の素晴らしいところに、やっぱりアナログもいいですね、ということで、ケンヌ様でございました。最新の写真集もすごい気になってるから、ここら辺をね、じっくり3度見、4度見した後に、ゆっくり見たいと思います。はい、じゃあ次こちらでございます。タロちゃんタロちゃんっていうのよ。これ最近写真集出しましたよね。ピンクの表紙の方じゃなくて、僕はどうしてもこっちを見たかったので、なんとか探してゲットしました。タロリこと、西山幸太郎の初コラボ本、いっぱい書いて、いっぱい撮りました。こんなん、これ。めっちゃ。
いや、あのね、ひょろっと男子ですよ。あの、なんで、昔はね、こう、僕、梅原さんにすごく、こう、憧れてたの、これでも、この、こういうキャラでも憧れてたの。憧れてて、でも、あの、タロちゃんも可愛いなと思ったけど、あの、この年、この、ジジイの年になると、あと、タロちゃんみたいな男の子も可愛くて仕方なくて、もう、タロちゃんって、タロちゃんなんか好きな食べ物ありますかって、おじさんがお金あげるよっていうようなね、あの、タロちゃん、うわ、可愛い。大人を褒めるということ。まあ、年取ると、こう、タロちゃん、メガネが似合う男の子って、ね、僕はメガネかけると、なんかバイオハザードでエキストラやりに行ったのっていうくらい、メガネ似合う、バナナって言おうとしたんですけど、あのメガネ似合わないんですけど、いやー、もうすごいこれ、エッチ、靴下も、まで堪能できるということで、靴下、性癖の人とかもすごいおすすめできるということで、いやー、あとからゆっくり見る最新の写真集も買う。はい、じゃあ次、こちらでございます。島崎信長お兄さんということで、あれですね、フリーの春ちゃんから知ったんですけれども、これ、何年前、結構前でね、これもずっと見たくて、はい、うわぁ、2016年、あ、言うても2016年。いやぁ、信長様もね、ちょっとごめんなさい、あの、注文カードちょっと入ってたね。信長様もね、いや、いいよ。信長様はね、いや、僕、未だに覚えてるんですけど、あのね、フリーの一期の、あの、DVD、ブルーレイを買った時の、申し込みで行けるイベントがあって、僕、それに当選して、初めてね、この、辰久様とかね、この、ノブちゃんとかがね、いるイベントに行って、すごいね、こう、あの、豪華なさ、声優さんに囲まれてさ、MC をしたんですけど、本当にね、噛んだりとかめっちゃ緊張したりしてる、あの、信長くんをね、こう見てて、すごい頑張れって思う、なんかね、初々しかったの、フリーのバカ余りしてる時のね、イベント行ってたんですよ、昔そう、僕ね、イベントとか行ってて。特に FGO で、なんか、あれ散らかしてるというか、すごい面白いですよね。ツイッターとかもすごく面白くて、本当にオタクだなって感じがして、めっちゃいいんですけども、ずっとこれを見たかったからね、あの、またね、あの、この最近の大人な信長くんとも私違って、結構若めの信長くん楽しめるということで、本当にあの、食べる！はい、じゃあ次こちらでございまーす。キラキラ前のさん、前の王子様ということでね、はい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 、神様ですね、ということで、ま、前のの、え、ま、待って、1ページ目。可愛すぎる、ここ。前野さんってこんなバブバブ赤ちゃんだったの。赤子やん、こんな。赤子の写真集やん、こんな。いや、なんか、でも、エッチだな。あ、なんか、あれだね。なんか、なんか全体通して思ったけど、男性声優さんの写真集ってめちゃくちゃクオリティ高いっていうか、あの、コンセプトもさ、たくさん衣装とかもあってさ、これ全体的にマジでクオリティ高くてさ、あの、見栄えがするわ。いや、いい。前野さんね。メルティン・オース・ダン・カニュ様ということで、あの、前野さん。いや、いいね、前、いや、これも楽しみ。しかも、分厚いの、すごい、僕、大きくて、硬い、厚いの大好きなので、あの、いや、これはね、いいよ、これ。はい、じゃあ次、こちらでございまーす。カジ君！カジ君！ってことで、カジ君も結構、あの、写真集出されてますよね。これが、僕の中で一番、なんか、こう、印象的というか、あの、初期の方に出たやつだと思うので、見たいなと思って、これ、いつ発行かな。2015年、これも結構5、6年前ってことか。そう、ずっとね、これ印象的だった。あの、カジ君ってこの写真集だなって感じがして。いや、進撃、とかね、いろいろあの、コナンのね、あの、根性のピストとか結構出られてるとかしてね、そのカジ君はなんか、あの、いいよね、もう本当になんか、オールマイティとかどこにも馴染み。いや、カジ君。あ、全体的にこう、足を出されてて、すごいこう、オーガニック。エッチ太郎の01番テクスチャー固めですねっていう資生堂ですね。資生堂の擬人化ですかっての写真集やってます。いや。いや、ほんなでな出てくる写真集。カジ君の過去を現在未来を楽しめるということで、本当にありがとうございます。はい、次こちらでございます。もう、鈴木達久さん、お兄様でございます。もう、達の声がね、もう、ゴリゴリに、やっぱり一番僕の中で印象残ったのは、立花誠を、そして、ファイナルファンタジーの進行もやられてるということで、いや、達、あのね、これかなり前、2003年とか、もう本当にめちゃくちゃこれ前の写真集なんですけど、2008年初版ということで、もう、僕あの、タッツン様のね、あの、ビジュも好きというか、もう、ゴリゴリの、あの、ゴリゴリに来ませんこう、お酢声がゴリゴリに、こう、体に来て、こう、ゴリゴリ来て、本当にもう、親善試合したいくらい、本当に、あの、タッツンということで、本当に、声いいですよね。これも後からゆっくり楽しみたいと思います。はい、じゃあ次、こちらでございます。ハタノさん、買いました。ハタノさんもね、これ、あの、なんつうの、お顔すごい綺麗で気になってたんですけど、写真集出されてるということで、結構ね、あの、ポチポチするときに、あ、ちょっと軽率に、ポーって可愛いもの感を入れたんですけど、5人のフォトグラファーが様々な表情を捉えた大ボリュームグラビア、オノディ、キャラシーなど関係者とのインタビューも、すごいや、こんな、ただやん実。これ、
いや、畑野さんってこう、なんか、なんつうの、もう、生徒の、なんか、乃木坂46って感じします。ちょっと、表現が、ふさわしいかわかんないですけど、乃木坂46って感じの、こう、清掃感があって、ほんとに、あ、いや、このね、僕、あれなんですよ、その、なんか、インタビュー、その、誰々かける誰々みたいなインタビュー、すごい好きで、人間性を知れるというか、あ、こういう人なんだ、え、すごい、そういうエピソード、好き、みたいな。いや、やっぱこう、大人っぽい感じですね、畑野さんは。いや、いい。いや、僕さ、畑野さんのこう、乃木坂っぽいところしかまだ知れてなかったので、結構、この写真集の後半は、なんか、エロ本です。はい、じゃあ次、こちらでございます。もう、ずっと見たかったよ、ゆうまたそう。これも、ね、気になった頃にはね、もう在庫も全くなくて、もう奇跡的に新品で手に入れることができたんですけども。いやー、しかもこれ DVD。皆さんこれ DVD もついてるんですよ。DVD も。もうしぼくないこれ2018年発行ということで。いやー。いや、みんなに聞いてほしい。ゆうまたそのね、最新シングル、シェイクシェイクシェイク。本当に PV が YouTube に上がってますので、ぜひ見てほしい。本当に可愛すぎる。ダンスもお顔も、曲も本当に良くて、もうゆうまたそ、シュキシュキゆうまたそ2018フェスティバルですって。待って、エロ画像。ゆうまたそといえばあれですよ、アイドルマスターサイド M の始まった頃からね、すごい支えて、この初々しい時代からゆうまたそを知ってるので、すごいね、こう、昔からこう可愛かったんですけど、このおしゃれな感じ。あと自分の世界観を作るのがすごいいいな。いやいや、これはやっぱね、いい。良いでもずっと読みたかったから、本当に召し上がれって、公式で召し上がれって書いてあるので、全然これ食べれる食用ゆうまたすということが間違いないですよ。ということで、後でいただきたいと思います。はい、じゃあ次、こちらでございます。はい、宮野守船長、マモ。いや、皆さん、宮野守さんのさ、ライブ映像とか一度は見たことあるかと思うんですけど、もう身長も高くてスタイルがもうほんと、ってくらいスタイルから、エロスタイル良い太郎で声もいて、もうどういうことみたいな、一ノ瀬時矢ですかって思って、いや、マモはね、僕、本当になんかこう、マモも身長高いじゃないですか。だからすごいね、こう、パフォーマンスとか見て、うわ、エロ、こんなエロパフォーマンスできる男の子になりてって、僕もね、思ってる時期があるから、ほんと、宮野守さん大好き。マモピンをさ、たくさんね、出してるよね。僕、マモピンのね、ドッグデイズっていうアニメのね、主人公の男の子がめちゃくちゃ可愛くて、初代、このね、声を当ててるんですけど、すごいね、結構印象的でね、可愛いな。だよね、トキヤ、もうね、マモのね、トキヤのボイスにはね、何回助けられたことか、あ、もう、はぁーって、やったよな、みんな、行ったよな、天国行ったよ、うわ、裸もありがとうございますよ。いや、これはね、これもね、なんか、なんつ、マモの写真集ではね、結構、表紙を見てきたことがある写真集ですから、本当にいいです。マモのライブ見ると、なんかすごい、なんつうの、キャー主敵とかじゃなく、なんか内側から来るなんかこう、やりてえみたいな、なんかエロー、なんか動物になっちゃう、なんか、私って猿だったみたいなことを思わせてくる。だから猿になれる宮野守さんも本当に大好きです。はい、ということで今回はこんな感じでございまして、もうこんなにね、たくさんね、一気にね、僕あれなんですよ、ハマったら一気に行くタイプなんで、気になってるのいろいろ買ってみて、この後もね、ちょっとゆっくり、一日一冊ですね、ゆっくり舐め回しながら読みながらね、結構また感想とか伝えれたらいいなと思います。で、木村すばるさんとかの写真集もすごい見たいし、いろいろね、まだ買ったいのもあるので、こういうね、ちょっと写真集をね、調べたらね、こういう雑誌の表紙とかもエロくね、とかなんかいろいろ、江口さんもエッチですね、とかいろいろ思うことがあるので、ね、いろいろこう雑誌とかもね、集めながらいろいろまたハマっていきたいと思います。おすすめとかあったらぜひコメント欄に書いていていただけると嬉しいです。ということで、英二君でございました。この後はいろんな男の子たちと、ペロコーズとか言ったらダメですね。フライングダイナソー、ジェットコースターを楽しみたいと思います。ということで、またねー。